おはようございます。2021年7月10日土曜日の朝です。今日の体重は 66.30 でした。朝の散歩に行ってきます。今日の朝ごはんです。今日はですね、我が家の昭和なお風呂なんですけど、このタイルの割れ、欠けと割れとかがですね、結構ひどくて、私なんかちょっとタイル、モザイクタイルとかを趣味でやってたことがあって、こういうタイルの目地とかを埋めたりすることができるんですね。それで今回はこのインスタントセメントっていうのが、まあ、タイルの目地材っていうやつなんですけども、これを使って欠けの部分と割れの部分を埋めてですね、ちょっと補修していきたいと思います。本当もうど素人なんで仕上がりは期待できないんですけれども、一応割れとかからですね、結構お水が入っちゃったりしてお家の見えない部分が傷んだりすることが多いので、ちょっとできるだけ長く住みたいなって思ってるので直していきたいと思います。久しぶりにやったのでちょっとすんなりできなかったんです。一応なんか目安としてはジェロントくらいの硬さがちょうどいいんですよね。これくらいでやっていきたいと思います。終わりました。もうなんかちょっとあんまりそんなにすごいひびはひびでも一応こう塞いだって感じですね。あんまり綺麗ではないけども、とりあえずですね、隙間が埋まればいいかなって思ったので、こんな感じで、あ、ここちょっとあれだな、とりあえずはこんな感じで大丈夫かなって思います。あと排水口がすっごいなんかボロボロだったので、ここは結構いいかなって思います。ここもなんかなくなってて、金属のとこあれなんか変なってたんですよね。だからちょっとこんな感じでちゃんとやってみました。あ、これはまるのかな、これちゃんとはまるのかな、あ、パッチリ、前ずっと隙間空いてたんですよ、ここに。よかった。いや、これからお昼食べようとしたら、私お米研ぐの忘れてて早炊きしようかと思ったんですけど、もうここぞとばかりに旦那さんが買い物のついてで外で食べようって言い出したんです。もうやだ。でもとりあえず行ってきたいと思います。このふれあいファーム泉なんですけど、いつもですね、お買い物に行くときに通りかかる道で手打ちそばって書いてあるんですよね。でずっと気になってたのでちょっと来てみました。最初旦那さんがマクドナルド食べたいとか言ってたので、と思ったけど、これだったら OK かなって思います。はい、これはレジ横にあったハスカップ寿司です。のお昼ご飯は盛りそばです。全然甘くない、チーズパンでした。今日のハスカップです。あとクミの実も取りました。今日はお風呂の補修をしてお風呂に入れないので、近くにぬくもりの湯っていう温泉、日
日帰り温泉ができるところがあるので、そこに行ってみたいと思います。あ、日帰り温泉っていうかスーパー銭湯みたいなところかもしれないです。行ってみたいと思います。気になってる居酒屋さんです。よいしょ、どんとこいって書いてます。居酒屋の向かいに温泉です。ここの温泉なんですけど、町の人はもちろん利用するんですけど、近くに道の駅アビラデゴイチステーションっていうのがあったり、鹿公園っていうところのキャンプ場もあるので、結構そういった利用者さんも多いみたいです。じゃあ行ってきます。めちゃめちゃ気持ちよかったです。すごい綺麗で、なんか外っていうか露天風呂ってほどじゃないけど、外にもちゃんとお風呂があったり、あとミストサウナ、バイタルサウナっていうミストサウナがあったりで、なんか結構清潔で良かったです。すっごい気持ちよかったです。あとなんか温泉っていうよりも、なんかよくわかんないんですけど、ミネラルウォーターの水っていうか、なんかミネラルウォーターを沸かしてるみたいな感じの温泉だそうです。ちょっとごめんなさい、よくわかんないんですよね、読んだんですけど、でもすっごい気持ちよかったですよ。で、なんか最初入った時は結構空いてたんだけど、今も7時半くらいで、7時くらいから結構いろんな人が来てたので人気があるのかなって思いました。じゃあもう歩いて5分なんで、このままお家に帰ります。今日の夜ご飯はオートミール茶漬け梅干しのせです。はい、そんな感じで今日も一日が終わりました。なんか温泉入ってきたらすごい突然眠たくなってきちゃいました。なんか疲れ溜まってるのかな、すごい本当に眠たいですそれでもう今日といえばですね、お蕎麦の、お昼のお蕎麦が本当に美味しかったんですよね。多分また行っちゃうと思います。あとそこで食べたハスカップ寿司っていうのが、なんか梅干しみたいな味がしてすごく美味しかったので、今回ですね、たくさんうちのハスカップが取れたらジャムにしたりとかしようかなと思ってたんですけども、ちょっと塩漬けっていうのも作ってみようかなって思いました。アイディアがいただけてすごい良かったです。はい、そんな感じでですね、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。もう多分ほんとすぐ寝ちゃうと思う、本当に寝るんですよねじゃあまた明日お会いしましょう。またねー。